こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、本物のバイデンはいずこへ。アメリカのバイデン大統領、なんかいろんなね動画が上がってるよね。しかもこれね、アメリカで上がってるという。何が上がってるかというと、本物のバイデンはどこ行ったみたいな動画がね上がってるっちゃんね。今日はねそれをね3つほど紹介したいと思いまんもす。では早速1つ目、こちらをご覧ください。どう思う？これ昔のバイデンと今のバイデンをね見比べた動画なんやけども、どう考えても別人やろこれ。だってまず目の色が違うし、耳の形も違う。どう見てもこれこの人が年取って今のバイデンになるようには思えんちゃんね。確かになんか面影はあるけども、パーツパーツ見ると鼻も違うし、本物はいずこへって感じよね。そして続いてはこちら、この iPad とテレビでこう見比べてて、インタビューしてるバイデンと画像のバイデン、耳の形が明らかに違うというのを指摘してるんやけども、これアメリカ国民も衝撃やろうねこんなねえ。これ別人やろ、どう見ても影武者。本物そしたらどこおるんかいってね。これどれだけのアメリカ国民が疑ってるとかいなね。本物のバイデンかこれみたいなさ。他にも多分もっと検証してる人おると思うよ。明らかに別人やもんね。で最後がこちらです。これ一番旬なね話題になってる分やけども、みんな気づいた？このマスコミのマイクがあるやん。そのマイクがバイデンの手の後ろに行くみたいなね。これ完全にバーチャルやろこれ。今の時代ってリモートが流行ったことでさ、こうリモート中継してる時にこんな感じになるやん。この合成した時とかさ、もろそれやないこれ。ってことはこのインタビューは何なのって感じやん。これバイデンどこにおると？もしかしてこれ偽物かもしれんね。前もあのやった動画やけど、バイデンのあのゴムの仮面マスクみたいな動画作ったやん。なんで誰かがこれも変装してるじゃない？っていうか記者会見もさ、もう何十日もやってなくて、さすがにアメリカメディアも不信感抱いてるやろ。ってことは記者会見ができないってことは、本物はもしかしてあの疑惑ですでに捕まってたりして。まあ真相はね定かではないけども、一つだけ言えること、それはあのアメリカ大統領選でトランプが選ばれなかった末路が今ということよね。あの変な選挙で選ばれたバイデン、
そこから全ての歯車が狂ったんじゃないかなと思うよな、ミルキーブルー。ねえ、まあとにかくバイデンの今後も注視していきますよ。ではご視聴ありがとうございました。それでは。